日本東京都江戸川区、水江水江は東京都江戸川区の町名。住居表示実施済み。現行行政地名は水江1丁目から4丁目。郵便番号132-0011。江戸川区南東部に位置する。北で谷河内1丁目。東で谷河内2丁目及び南篠崎町町3.4丁目。南は東水江1丁目及び西水江2丁目。 西は春江町2.3丁目と接する。町域の北辺を国道14号で隠し、町域内を首都高速道路の高架橋が走る。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、水江1から53から3の地点で32万1000円平方メートルとなっている。水江の地名は 戦前の1913年から1932年まで存在した東京府の水江村に由来する。この村名は水穂村と市の江村が合併した際に生まれた合成地名である。東水江及び西水江は東京市時代の1938年にすでに成立していた町名であるが、水江は歴史の新しい町名である。 一丁目の成立は1988年、二丁目の成立は1994年であり、2004年に1.2丁目の残りの区域と三丁目が成立し、現在の町域となった。住居表示実施前の町名は、西水江1.2丁目及び下蒲田町である。区画整理の進行により、2014年11月4日に、 西水江2丁目北部から水江4丁目が成立した。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。AB、町長名別世帯と人口。 年齢別人口報告。江戸川区。2017年12月13日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年12月13日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年12月13日閲覧。国土交通省地下工事。都道府県地下調査。町長名別通学指定校一覧。江戸川区。 2017年12月13日閲覧。江戸川区立小学校学校選択制のご案内。江戸川区。2017年12月13日閲覧。江戸川区立中学校学校選択制及び学校公開のご案内。江戸川区。2017年12月13日閲覧。ありがとうございます。